今回は、暁入りしたカカシ先生がかっこいいというスレに対する読者たちの反応を見ていこうと思います。それではどうぞ。カカシは闇落ちなんてしない。オビトのレス。かっこいい。暁コートめっちゃ似合うね。イケメンは何着ても似合うな。代わりにサスケがとどまる。おつらいと興奮するが半々で襲ってくる。イタチはちょっと喜ぶ。オビトは曇る。こうなってもおかしくない目には合ってる。オビトが闇落ちしなかったらこっちが闇落ちさせられるってのはあると思う。ナルトがかわいそう。暗部時代の冷血カカシのままなんだろうな。お前がリンを守れなかったからだろうな。忍びの世界で掟を破る奴はクズ呼ばわりされる。俺の父がそうだった。だが仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。そして仲間が死ぬ世界を受け入れるような奴はさらにそれ以上のクズだ。俺はこの世の掟を葬り去る、とかいう奴だ。オビトの言葉がなかった方のカカシ。トビとツーマンセル組んでそう。大丈夫、このカカシの前でトビとして振る舞える。正体明かしてるんじゃないかな。ツーマンセル組まされたトビが終始無言になる。あの親父の息子だしやると思ってた。一般的この派のレス。血筋的にも考えて闇落ちする前にジマルする。じゃあクロゼツあたりに受援札仕込ませるか。お前に託された俺も、俺に託したお前も失敗したんだよオビト。カカシが闇落ちするとか解釈違いなんですけど、偽りのない世界、俺もそこへ行きたかった。さらにもう一発、さすがに髪の毛白いとバレるだろ。イチャパラは読んでない。ガイ先生も死んでる。オビトから言葉と目を受け継いだ場合はこうならないという信頼がある。つまりオビトは無事だったけど港とリンがひどい死に放した感じだな。なあなると、港先生は俺にとっての最後のつながりでもあったんだ。それを奪ったキュービに対して俺が何も思わなかったと思うか。この場合墓参りしてるの誰になるんだ。カカシが闇落ちするなんて無限つく読みしなきゃ。リン先生助けて。本編カカシポジにオビトとリンどっちがいてもひどい曇らせになりそう。闇落ちからさらにもう一発。って言って光落ちしてくる。暁カムイツーマンセルに勝てるやついるんですか。カムイが両方暁サイドにあるだけでどうしようもない気がする。カムイに干渉するためのカムイがない。飛んでくるカムイをなんとかしのいでもカムイ空間に逃げ込まれるとかクソゲーすぎる。柱間細胞移植されてスタミナ問題克服してそう。スタミナ問題なくなったカカシ先生やべえ。カムイ打ち放題とか手がつけられんじゃん。実質オビトが二人になってるようなもんだからな。おつらすぎるけどそれはそれとして本誌で読んだらめちゃ興奮する展開ではあると思う。俺の部下がお前でよかったよナルト。雷切り構えながら言ってるんだよね。わかってたさ。見てますか、ジライア先生。暗部の一里で正体不明だったトビが忍界対戦でカカシの前で正体を明かす展開。時期によってはナルトがサスケルートに行ってしまいそう。あのぐるぐるお面の新入り俺にだけ慣れ慣れしいな。父さんを失っても俺の見る世界は変わってしまった真っ暗な地獄だ。光落ちさせられる奴いなくない。本編オビトはなんだかんだ言ってメンタルボロボロでちょろかったし。ガイ先生が青春パワーで挑めばワンチャン。多分オビトが先に光落ちして引っ張るよ。ジライアも暁に欲しいな。でもいけるかな。二人揃って闇落ちとかリンが喜びそう。あの世でひたすら涙流してそうなんですが、お前のくれた車輪眼であの里を見つめ続けるのは苦しかったんだ。人事に定評のある長戸ならぐるぐると組ませそうだよな。時点でイタチとか、トビカカシ先輩とだけは組ませないでください。お願いします。サスケが俺と似たタイプだったからだ。こっちのことを言ってんだよが絶望のシーンになりそう。暁のカムイコンビいいよね。逆に父親いじめ殺されてるのにこの派に貴族意識ある方が異常。英雄がこんなことをしないための世界を作ると言っているんだ。一番身近なお前を騙していてすまなかったする対象が増えるやつじゃん。このルートでもローではサスケに復讐なんかやめとけって言うしててほしい。今よりもっと自分を傷つけ苦しむことになるだけだ残るものは虚しさだけ体験ベース。この姿のカカシ見て逆に落ち着いてしまいそうだな。やめとけサスケ。千鳥は俺には聞かない。カカシが飛びにオビトの話した時の反応が知りたい。江戸転生した四代目に見せつけたい。オビトと二人で罵倒してほしい。イチャイチャシリーズ読んでるの見て長戸は苦い顔しそう。諦めろお前の未来は死だ。俺が諦めるのを諦めろ。ナルトとカカシどっちが勝っても虚しさだけが残る戦いたまんねえ。先生はいつも間に合いませんよね。オビトの時もリンの時も、まさかトビがオビトだったとはね。作中でも最も多く奪われてきた男だ。面構えが違う。闇落ちするチャンスが多すぎる。あの半桜以外全員暁落ちする素質あるよね。
おびとのくれたシャリンガンと言葉でも何も見出せなかった世界。もしかしてこの葉って踏んでは、他の里はもっとクソだぞ。なのでサトシステムを潰す。というかあの世界なんであんなに過酷なの。宇宙人がやってきたから、世界大戦が4回起きたから、忍者が国家紛争の主力として代理戦争してる感じだからな。多分それでも無秩序にやるよりはだいぶマシな形だとは思う。運いい表情だ。今のお前らは継戦大好きだ。7班に殺された時のセリフ。お辛いの止めろ。しかし人の裏切りと死に悲しみながらも明日に向かって歩む覚悟を決めてる表情なんだよね。7班に倒されてカムイで自害する時のセリフ。闇落ちするカカシなんてカカシじゃない。今から叩き返してやる。すごい作もっぽい疲れた笑みで自害するんだ。作中メインキャラ全員闇落ちしててもおかしくないよなこの漫画。これはこれで見てみたい見てみたいけど、カカシが闇落ちするわけねえだろ。差し木の術ぶち込むぞ。だらしなさすぎるだろ。本編だと嫌なんだか嬉しくてねって結構親しげに話しかけてたけど、実際クラマに対して何か思うところあっても不思議じゃないんだよな。オビトが味方側であの3人を指導するって考えるとあれ、序盤のカカシがオビトエミャすぎて解像度高いな。何このビジュアル興奮しちゃうわ。ふざけんな。カカシが闇落ちするわけないだろ。爆風乱舞すっぞ。イチャパラと出会えなかった方の畑カカシ。ガイ先生の暁服はコスプレ感しかなかったのにずるくないこの先生。しかも CV 井上和彦だぜ。最高すぎるわ。暁にスパイしてたらカカシが入ってきて扱いに困るイタチとか少しみたいな。港先生の息子があんなに頑張ってるのに、何をやってるんだ俺は。むしろなんで闇落ちしなかったんだよカカシ。お前がくれたシャリンガンと言葉があれば見える気がしたんだよ。先生のせいで俺は普通だったのに、だらしないせいで大変なことになっちまったよ。父親死んだ時点での対応からむしろしっかりやろうという方向に行く感じの性質なだけな気もする。合格7班の3人にとどめを刺されながら、キツネ面暁コートがかっこよすぎる。家族と同僚が死んで教え子が闇落ちして娯楽としてたしなんでた本の作者もなくなって、イチャパラの続編が読めなくなったばかりに、長飛ぶち殺しそう。カテゴリの最新記事が暁コート集団で笑う。サスケあんたの弟子としてカカシ。必ずお前を止めてみせる千鳥。カカシサスケ昔お前に教えた千鳥。いい色のチャクラを放つようになったな。だがな俺の憎悪はお前以上だよ。雷霧獄。ガイ先生とイチャイチャシリーズを失った方のカカシ先生。死に際にサスケに左目を託してオビトの攻略法を教えるんだよね。二周目じゃなくて一周前の世界のカカシ。復讐なんてやめとけって言っただろ。こうやって復讐したい奴以外も傷つけ苦しめることになるからな。それと本気で復讐するなら心を隠せ、そんなこと考えてもいないように振る舞うべきだ。俺のようにな。日の国大名からの救援要請を受けてナルトたちが到着すると、そこには大名と相談役を仕留めた血まみれのカカシが、何やってんだよ先生。こいつらはクソだ、今まで犠牲になった命の責任を取ってもらった。読み終わると F 暁まとめがずらっと並んでるのずるいだろ。こいつらだけで新生暁作れそうじゃん。掲示板の方に九尾事件を起こして暁入りするカカシ先生のスレあったよね。実際は10クラあたりとペア組んでそう。オロチマルと組んだらシャリンガン奪われそう。